今まだ冬で、今日大寒で、1年で一番寒い日ということですが、ちょっと先取りして春の曲をやりたいと思います。聴いてください。桜花源へ。広がるストーリー、次はコマーシャルの後、ビーツウェイソウフルタイム。桜舞う急な坂道、酔いしそうよ歩く二人、寝ぼけた太陽がライズアップ、爽やかな風の中、君が聞き出した言葉、ビビを疑う僕は何も言えずにいただ、たつくねいた桜花源へ。人たちと待った時、広がる懐かしい香り、ビビを澄ましたすぐに蘇る遠い荒い日、達成桜舞い散る道の上で続くストーリー、 MC ロビンストーリープレゼンター、 See you next week。 戸惑いながら君が小さく言葉、何も返せずに僕はうつむくだけ、吹く風は酷なほど、とても優しく澄んで、二人の頬を温かく撫でて過ぎていた。桜花源はいつの日にか思い出と呼べる、今はまだ涙で前が何も見えないけれど、話そうかなって思うんですけど、その
活動の他に一応ドラムとあとバンドボーカルとして、今ちょっとメンバーさんがここのどこかで見てるんですが、トリックスターというバンドで、ユリホン城市秋田市で、ボーカルとして活動してる他にですね、今はちょっと辞めちゃったんですけど、ブラッディバズというあのハードロックヘビーメタルバンドと、あとエアリアルというあのビジュアル系 の, あのバンドさんのドラムをやってた時期がありまして、そちらの方であの知ってる方ももしかしたらいるかもしれないし、いないかもしれないしという感じなんですが、これでも一生懸命喋ってるので、まあしょうがね、聞いてやるよくらいのノリで、あの聞いてくれたら嬉しいなと、はい、思っております。はい、本当に口下手なものでして、それとあと一応たまにカバー曲とかもやったりするんですが、基本作詞作曲全部自分でやって、ライブしてます。5月に一応秋田クラブスインドルさんの方で、レコ発みたいなのをなんか気になるな、まあいいや、はい、うん、5月6日にあのレコ発的なものをですね、あの秋田クラブスインドルさんの方でやりますので、何らかの形であの参加していただけたら嬉しいなと、はい、思っております。では次の曲聴いてください。これは僕が中学生の時にちょっと、まあ、こうしてあの喋りは下手ですけど一応元気にしてますけど、一時期車椅子生活してた時がありまして、その時に書いた歌詞に音楽始めてから、曲自分でつけた曲です。聴いてください、未来へ。クセスでやってる企業突然こびやすく衝動思い立ったら今すぐムービーの Well, 誰もがいつかどでかい壁にぶつかる、その時お前は何を残し何を描いていくのか、
自分の力をいつだって僕たちは翼いけないんだ。